当チャンネルではガンダムに登場するモビルスーツの解説を行っています。いろんなガンダムや機体の解説をしているので楽しんでくださいね。早速だけど今回は1年戦争前期間においてジオンの戦力を支えた兵器を解説するよ。ぜひ教えてくださいな。もともとジオン公国はコロニー国家だった。だから航空兵器や陸戦兵器をほとんど必要としなかったんだ。なんでコロニーだとそういうのを必要としなかったの？その理由はいくつかあるよ。一つは宇宙空間ってこと。ジオン公国は宇宙コロニーであるサイド3を拠点としていたんだ。宇宙空間だと航空兵器や陸戦兵器よりも宇宙戦艦やモビルスーツといった宇宙戦闘兵器の利用が主流となる。ジオン公国は宇宙コロニーに位置していた。結果戦争の主戦場も宇宙空間となる。だから宇宙戦闘兵器の開発と運用に重点が置かれたんだ。なるほど。だから地球連邦軍よりもモビルスーツ開発の技術が進んでいたんだね。もう一つは資源と製造能力。ジオン公国は資源に乏しいコロニー国家だった。陸地の面積が制約されていたから大規模な陸戦兵器の生産や展開が難しい状況だった。一方宇宙空間だと資源の制約が少ない。だからジオン公国は宇宙コロニーにおける資源の採掘や製造能力の拡充に力を入れていたんだ。ちょっと最後の方の意味がわからなかったんだけど詳しく教えてくれるかな？具体的に説明するね。資源に関してコロニーは地球のような地表の面積も限られる。だからそういったところからモビルスーツ開発のための資源採掘が難しかった。だから他の方法を考えるしかなかったんだ。そして目をつけたのが中空間に存在するアステロイドベルトや月の岩石などから鉱物資源を採掘するというアイデア。アステロイドには鉄、ニッケル、チタンなどの鉱石が含まれている。そしてこういった資源は宇宙戦艦やモビルスーツの製造に利用できたんだ。なるほど、宇宙空間で資源を採掘したんだね。モビルスーツの重要性。そうそう、ジオン公国がなぜ航空兵器や陸戦兵器よりモビルスーツに重きを置いたのかというと、ジオン公国は独立を目指していた。そして地球連邦政府との戦争を展開した。宇宙空間だと敵勢力の陣地や拠点を迂回することが容易にできる。だから宇宙船やモビルスーツを使用した奇襲や機動的な攻撃が有利だった。航空兵器や陸戦兵器は比較的制約のある地上での戦闘に適している。でも宇宙空間ではその機動性が制限される。それはジオン公国の戦略にはあまり適合していなかった。そういったことから陸戦兵器よりもザクなどのモビルスーツを量産していった。じゃあなんでマゼラアタックのような戦車を作ったの？なぜ戦車を作ったのか。ジオン公国は地球連邦政府との戦争を展開したけど地球に対して侵攻する必要があった。地球上では陸戦兵器や航空兵器が主力となる戦闘が予想されたんだ。そして地球連邦軍との戦闘が本格化した時点でジオン公国は地上戦力の増強を図る必要があった。そこで戦車の必要性が生じた。さらにもう一つ別の理由がある。コロニー国家とは違い地球はあまりにも広かった。もともと資源の少ないジオンからすると多くのモビルスーツの開発をするのは困難だった。広い地球を制圧していくには MS の数が圧倒的に足りていなかった。だからマゼラアタックのような戦車が必要となったんだよ。モビルスーツの弱点。またモビルスーツは高い機動性を持っているけど従来からある戦車などと比べると操作が難しかった。また雑多な環境での運用には制限があった。地形がデコボコしてたりするとモビルスーツよりも戦車の方が運用しやすいんだね。そうそう、マゼラアタックは車輪を備えており道路や平野地帯などでの運用に適しているため総合的な戦力となる。さらにマゼラアタックの火力支援兵器としての強さが挙げられる。当時としてかなりの高火力でありモビルスーツを支援する兵器としては最適だった。まあこれらの理由、そしてモビルスーツの開発費用よりも安価に抑えることができる。そういったことからマゼラアタックは開発され使
使われたよ。地形がデコボコしてたりすると、モビルスーツよりも、戦車の方が、運用しやすいんだね。第61式戦車。このような理由から、マゼラアタックは、運用されていったんだけど、地球連邦軍が誇る、61式戦車が苦手で、撃破されることが多かったんだ。それはなんで？それにはいくつかの理由があるよ。一番目は、装甲の差。61式戦車は、重装甲を備えており、対戦車兵器にも、強い耐久力を持っている。一方、マゼラアタックの装甲は、それよりも薄く、対戦車戦闘においては、攻撃を受けやすいという、欠点がある。二番目は機動力の差。61式戦車は、車輪式の車体に加えて、強力なエンジンを備えている。だから、機動性が高い。一方、マゼラアタックは、車輪式であるものの、エンジン出力が低い、機動性に乏しいという、欠点があった。3番目はパイロットの訓練の差。地球連邦軍のパイロットは、訓練を重ねており、戦車の運用技術に、熟練していたようなんだ。一方、もともとジオンは、モビルスーツという兵器に、可能性を感じていたこともあり、パイロットの訓練なども、そちら側に特化しすぎていた。その結果、戦車の運用技術には、疎いというパイロットが、多かったようなんだ。戦車の性能差以外にも、そういったことから、61式がマゼラアタックを、撃破することが多かったんだね。そうだね。自走砲という設計。そして、マゼラアタックは、その設計上、戦車というよりは、自走砲に近い車両で、主砲の正射方向は固定されていた。一部例外はあったようで、建造ロットの中には、戦車同様に主砲が、旋回可能となっているものも、あったようだった。なぜ、固定砲にしていたの？それは、ジオン公国の戦術思想が、従来の陸戦の戦術思想から、外れていたことに起因するんだ。従来の陸戦の戦術は、敵に重心防御を構築させて、その前線に対して、集中的な攻撃を行うものだった。この戦術は、第一次世界大戦で、実戦投入され第二次世界大戦でも、一部で使用されていた。一方、ジオン公国軍の、戦術思想は、移動戦闘を主体としていた。当時、先鋭すぎる兵器としての、モビルスーツ開発にいち、早く成功したジオンは、その性能を果敢なく発揮した。そういったことから、戦術が従来のものとは、変わっていったんだ。つまり、移動しながら、攻撃を行うことで、敵の陣地を撹乱し、敵を混乱させることを目的としていた。具体的には、ジオン公国軍は、モビルスーツを中心とした、機動戦力を展開し、敵を迂回したり、背後から攻撃することで、敵の防御線を崩すことを、狙っていた。このように、敵の陣地に対する直接攻撃を、行うのではなく、敵の側面や背後を狙うことで、相手を混乱させる、戦術をとっていた。そして、それを背後から、マゼラアタックが支援する、支援に関しては、シンプルな固定砲がいい、との判断がなされたようで、そのような設計となったようだよ。モビルスーツっていう、人型兵器が誕生した結果、従来の戦術とは、かなり異なる戦術が生まれたんだね。そうそう。特徴。マゼラアタックの一番の特徴は、車体部分と砲塔部分が、分離できる点にあるんだよ。どうして、分離できるようにしたの？その理由なんだけど、上面装甲の薄い地上機構車両を、上空から攻撃するために、組み込まれた機構だと、されているんだ。分離された上側を、マゼラトップと言うんだけど、このマゼラトップはなんと、飛行することができる。だから、車両部分の、マゼラベースが、操縦不能になった際もマゼラトップだけで飛行砲撃、することができる。そして、飛行して、上空から連邦軍の戦車を、狙っていくってことさ。ここに搭載されるテール飛砲は、175mm で、敵車両を撃破するには、十分な威力を持っていた。でも、マゼラトップの飛行時間は、わずか5分程度。さらに、分離すると、射撃精度が著しく、低下してしまうという欠点があった。有効射程も、600メートル程度と短く、正確な射撃が可能である、61式戦車と比較して、見劣りしてしまうというのは、否めなかったんだ。しかも一度切り離したら、その場での再接続は不可能。だから、コアブロックシステムのような、ミサオテの存命用という目的は、一切なかった。あくまで、分離しての攻撃する、それだけのためだった。ただ、飛行時間が短時間すぎることもあり、
分離したマゼラトップのパイロットが生還することは少なかったようなんだ。分離後、さらに分離後は然るべき施設でなければ再度接合することは不可能。そのため分離しての攻撃はかなり条件が限られるということだった。分離してマゼラトップだけになるってズバリ特攻的な意味もあるよね。5分しか飛行できないんだし。そうそう、5分だけ飛行して現場ですぐマゼラベースと合体できればいいんだけど、それができないからね。もちろんコロニー内の環境であればある程度自由が効いたであろうことは想定できるんだけど、地球上の自然環境というものを考慮することができなかったのは広告軍の開発者たちがコロニー出身者であったことが原因であると言えるんだ。まあそれでもマゼラアタックがその本領を発揮するのはモビルスーツとの連携にある。つまり高い機動性を持つモビルスーツによって敵戦力が疲弊したところに投入されるべき車両なんだよ。陸戦車両としては異様のマゼラアタックだけど、実際に挙げた戦果は多く、細部の改装が進められながらも終戦まで広告軍地上部隊を支え続けたよ。欠点ばかり目立つけど支援機として活躍したんだね。開発コンセプト。マゼラアタックの設計におけるコンセプトは、さっきも言った通り、地上車両の弱点の一つである、上面から攻撃を加えるというもの。このため、175mm 砲を搭載した砲塔は、異常に高い位置に設置されることになった。また、単独飛行を行うための、コクピットが設置されることになったんだよ。当然ながらマゼラトップ部は、脆弱な設計とならざるを得ず、砲撃戦を行う車両の車種が、キャノピーで覆われただけの、コクピットに身をさらしている、という極めて異常な状況となってしまった。また、最大の火力である175mm 砲をマゼラトップに搭載したため、マゼラベースは武装面で脆弱なものとなった。装備する 35mm 三連装機銃も、ソフトスキンならばまだしも、61式戦車などにはほとんど効果はなかったんだ。でも、広告軍の戦術は、モビルスーツによるものが、主であるため、これらの問題点は、重要なものとはされていなかった。実際、改良が加えられた部分は、マゼラトップの飛行時間の延長など、車両そのものの改良というよりは、どちらかといえば、戦術的効果を拡大する、ものだったんだ。広告マゼラトップが航空機として運用できたから戦術の幅が広がったのね。一度分離すると再接続できないのはデメリットだけど、その短時間でどれだけ有効に使えるかが勝負なんだろうな。あと、モビルスーツの火力支援としての役割も重要だよね。地球連邦軍の61式戦車とは違ってモビルスーツと協力して戦うために作られたってところが特徴的だからな。しかも、マゼラトップだけを他の輸送車両に取り付けることで即席の砲塔として使えるなんて柔軟な発想が素晴らしいよな。このように一年戦争時期に大活躍したマゼラアタックなんだが、同じ一年戦争時代に運用された興味深い戦闘車両があるんだ。それはどんな車両なの？それではここからじっくり見ていこうよ。一年戦争において、ジオン広告軍の快進撃を支えた新型兵器モビルスーツは、従来の戦闘兵器の概念を覆すものであった。無論、単なる人型兵器という代物であったならば、まだ連邦軍にとっても対処の仕様はあっただろうが、ミノフスキー粒子という、既存の戦術体系を根本から破壊する技術によって、連邦軍の戦術戦略そのものが崩壊してしまい、これに対応可能なモビルスーツに蹂躙されてしまったという側面が大きい。広告軍の MS-06 ザクは、宇宙世紀 00079 年3月の地球降下作戦以降、陸戦においてもその威力を見せつけることとなった。この結果、地球連邦軍は、モビルスーツの開発に本腰を入れることとなり、同時に、様々な、モビルスーツを起点とした戦術体系の開発にも取り掛かったのである。ブラッドハウンドは、こうした状況の中、開発が進められた車両で、ミノフスキー粒子散布下でのレーダーの使用を諦め、代替手段として、アンダーグラウンドソナーを装備したのが最大の特徴となっている。モビルスーツの走破性に追従するためにホバーによる移動手段を獲得し、必要に応じて車体を固定し、ソナーを用いた索敵を行うという運用方針となったのである。
アンダーグラウンドソナーを用いた索敵は、潜水艦のそれと似た形で、ミノフスキー粒子の影響を受けにくい地中の音響を利用し、接近する敵機の敵種別を判定するもので、耳のいい索敵手が担当した場合、敵モビルスーツの癖まで判別できるほどだったという。これらの装備に加え、サポートする自軍モビルスーツに対する短距離通信機器の強化と改良を加えたことで、ブラッドハウンドという車両は誕生したのだった。最大の特徴は、前述した2台右側に装備された杭型地中ソナーで、電波を阻害するミノフスキー粒子の影響下でも、音による捜索救助や情報収集が可能である。さらに、可変テレスコピックアンテナや回転式ペリスコープによる、MS と同等のスピードと機動性、水上を含むあらゆる地形での移動が可能である。また、後部2台を利用して、弾薬や予備兵装、歩兵装備、予備人員の輸送が可能だが、武装は 20mm バルカン砲に限られ、直接戦闘特に対 MS は想定されていない。配備状況に関しては、例えば、地球連邦軍極東方面軍第1混成機械化大隊通称小島大隊などでは、MS3 機に対して1機を配備し、1小隊を編成し、視界の悪い東南アジア戦線のジャングルで、索敵制圧に欠かせない戦力となった。一方、オデッサ作戦の第44独立混成旅団のように指揮官が同乗するケースもあり、ラサ基地攻防戦で小島大隊の第 08MS 小隊と交戦したノリス・パッカードは、本車を指揮者と認定している。前述のように、ブラッドハウンドの運用は、モビルスーツ小隊の戦闘指揮からバックアップまで幅広く用いられ、時には物資輸送や隊員の休憩所、移動指揮所としても利用された。戦況によってはモビルスーツ6機2個小隊に、1両といった配備状況もあったようである。型式について、ブラッドハウンドの初出は、機動戦士ガンダム第 08MS 小隊であるが、この際には、型式らは不明で、モビルスーツ支援車両としての、ホバートラックという位置づけでしかなかった。ちなみに、青の戦列におけるオアシスは、部隊コードであり、正確に言えば、車両名ではない。後に、モビルスーツインアクションにおいて、商品化国内ではガンダム EG-8 に同梱された際に、74式タイプ74という型式が与えられている。しかしながら、この型式は一般化せず、後に UC ハードグラフでの商品化に合わせ、詳細な設定が加えられ、改めて、M353A4 ブラッドハウンドの名称が与えられたのである。なお、UC ハードグラフのインストラクションでは、他に開発途上で誕生した車両の型式が記載されているが、これらは一括してホバートラックという名称で登録している。2台、車体後部は2台となっており、歩兵用蛍光火器や予備人員を搭載することが可能。部隊式用車両は通信能力を強化するレドームを装備する、アンダーグラウンドソナー、地中にソナーを埋め込み、周囲の振動を探知するパッシブソナー、使用時には車体を固定し、ソナーポットを火薬によって地面に打ち込む、アウトリガー。アウトリガーは車体を固定するアームで、アンダーグラウンドソナーを用いる際に使用する、ホバーユニット、車体底部にホバーユニットを4機備える。武装、20mm バルカン砲、車体上部のターレットに装備された防衛用の武装、ガンナーが手動で操作を行う、対軽装甲用の鉄鋼弾と、対人対空用の榴弾を切り替えて使用することができた。第 08MS 小隊第6話では、ゲリラの危機ロジータが臨時砲手として操作し、トップを撃墜している。一年戦争時代の地球は、ミノフスキー粒子の影響により長距離通信が困難な地域が多く、とりわけ密林地帯などの局地戦ではそれが特に顕著であったため、前線部隊と司令部の通信網を中継する手段としても重要な役目を果たした。また、車体側面に備えられた、アンダーグラウンドソナーを途中に埋め込み、機
種特定を行うなど、ミノフスキー粒子化で、なおかつ視界の悪い地域での戦闘においては、MS 以上の索敵能力を発揮した。またダブでの進路に地雷を設置して身動きを取れなくしたところで、ヘビーフォークの砲撃で撃沈させるという戦法を取ったこともあるなど、マイナーかつ地味な兵器ながら極地での行軍にはなくてはならない存在だった。ホバー移動のおかげで小回りが効いて、水上も移動できるのはすごく便利で、戦車やモビルスーツにはできないことができるのがいいね。密林地帯の戦闘に向いていて武装は 20mm ガトリングガンだけど、鉄鋼弾を使えばドップも撃墜できるってところが意外と侮れない。あとは通信や索敵に特化してるのがポイントだね。ミノフスキー粒子の影響で長距離通信が困難な状況で、これがどれだけ重要かがよくわかる。特に音紋索敵や機種特定なんかは、モビルスーツ以上の能力を発揮するっていうのがすごい。音紋索敵なんて地中の振動までキャッチして機種特定できるなんて技術力の高さがうかがえる。しかも物資輸送や移動基地としても使えるのが便利だな。確かに、長距離行軍では兵員の備品や食料の輸送車にもなって、場合によっては指揮車両にもなるって、まさに万能選手だね。本当にそうだね。こういう地味だけど欠かせない兵器が戦場では重要なんだろうな。ブラッドハウンドもその一つだってことがよくわかる。それではそろそろ終わろうよ。はい、視聴者の皆様、最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録、そして通知設定をしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。